お邪魔します。八戸水産会館にお邪魔しています。八戸市農林水産部水産振興課流通加工振興グループ主事の香川雅人さんに伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この八戸水産会館ですけれども、昭和60年にですね、ここら周辺で働く漁業者さんとかですね、加工場で働く水産業の従事されている方々のためのですね、構成施設ということで昭和60年に建設された建物です。食堂とかですね、あとは開業するための研修室、小研修室と大研修室がございまして、大研修室はですね、会議の他にもスポーツとかもできるような施設になっております。八戸市の他に漁業者さんのための銀行であるですね、マリンバンクさんとかですね、あとは漁船とこう無線の交信をする無線組合さんとか、そういう漁業者のためのですね、団体さんもこう様々この施設には入って仕事をされております。で、私たちが今いますこちらが一番最上階で7階ですね。そうですね、7階にあります展望室になっております。一番上からですね、八戸周辺、八戸漁港ですね、一望できる施設になっておりました。水産会館昔からですね、この展望室ありまして、意外と知られてないんですけども、八戸の漁師場ですね、隣にある第三漁師場、毎年たくさんの小学生の方見学に来られるんですけれども、市場見学した後にですね、最後にこの展望室に来ていただいて八戸漁港を見ていただくということでですね、望遠鏡も無料で備えておりますので、非常に小学生の方々にはですね、こう人気のある、施設になっておりました。さあ、先ほどからいろいろと、宿泊施設もありますよ、貸し館もありますよということで伺ってますが、またそのあたりのおすすめの利用方法を今一度ご紹介いただけますか。そうですね、宿泊施設もちろんあって、皆さん八戸市民の方も泊まっていただけるんですけれども、これを聞いていただいている方、八戸市民の方以外の方も聞いていらっしゃる方もいると思うんですけれども、最近ですね、昔は本来であれば、遠くから来て八戸に水揚げする船員さんのための施設であったんですけれども、最近はそういう状況もちょっと変わってきておりまして、遠方から観光を目的にですね、来られた観光客の方がですね、ここに泊まって朝早く朝一丁目に行くというのがですね、結構そういう目的で使われているお客さんもいますので、こうどんどんですね、観光目的にも使っていただければと思いますし、あと大会議室とかであればですね、会議の他にもスポーツ、さまざまバレーもできますし、あとバドミントンとかやられてますので、そういうスポーツのためにもですね、ご利用いただければなと思っております。はい、まずは宿泊施設、先ほど見させていただいたんですが、綺麗なお部屋ですね。そうですね、今実は、八戸水産会館ですね、3月11日の津波でですね、1階部分が、ほぼ浸水してですね、ほぼ全壊となって、今ちょうど今という、去年ですね、1階部分全部リフォームしまして、宿泊室は今すごい綺麗な状態になっておりますので、利用していただきたいなと思います。本当に旅行に訪れた方にとってはいい場所ですね。そうですね、朝市だけではなくてですね、ここからであれば、種差し海岸とかですね、そちらの観光にもですね、アクセスがこう近いというかですね、すぐに、そちらの方もご覧いただくことできますので、観光ので来られる方々にもですね、ぜひとも使っていただければなと思います。おすすめです。そして大会議室、大会議室と言いながら体育館のような天井の高さがあって、すごく広々してるなと思ったんですよ。そうですね、やっぱり会議室というよりはどちらかというと体育館に近いのかなというような作りになっておりまして、さまざまな会議行われておりますし、その他にもバレーとかバドミントン、あと最近であれば結構ですね、ダンスでこう利用されている方も多くてですね、さまざまなこう利用方法あると思いますので、ぜひこう使っていただければなと思います。でこの他に、一般の皆さんにもよく足を運んでいただきたい場所がレストランですね。そうですね、主にお昼の時間はですね、この水産会館の周辺で働く漁業者さんとか、あとは加工場の人とかですね、あとはトラック運転手の方々とか、もう昼になるとですね、もう席が座るとこがないくらい混み合う施設になるのでですね、そういう、ちょっと混んでるのが嫌だなっていう場合はですね、ちょっとそのお昼の前後ですねにお越しいただければ、こう待つことなくですね、レストランでこうお食事していただくことできると思います。加賀さんが好きなメニューは何ですか。私はですね、おすすめは、私はよく食べるのはカレーライスセットになって、カレーにスープとですね、サラダがついて500円という値段になってるんですけども、カレーは非常に美味しいなと思って、よく食べています。
あ、もちろん他のですねメニューも美味しいのありまして、まあ、よく見るのがやっぱり皆さん日替わり定食ですね。平日は毎日日替わり定食ありまして、まあ、550円でですね、それが一番売れてるのかなと思います。さあ、その1階部分にレストランもあります、宿泊施設もありますが、3月11日もう一昨年になりますね、東日本大震災発生しまして、その際にこの場所も被災されているんですよね。そうですね、1階部分だいたい3メートルから4メートルくらいですね浸水しまして、まあ、電気設備あとは置いてある家具とかですね、まあ、書類関係全部流されたり、もしくはもう使えないというような状況になって、ほぼ1階部分全部ですね全壊という被害を受けました。まあ、その際は本当に皆さんご苦労されたと思いますが、まあ、あの体というか皆さん従業員の方は無事でいらっしゃったんですね。そうですね、水産会館に入居している方々はもう避難されてですね、ただし5階にですね、漁船の方々とこう連絡を取る無線組合さんが入居されているんですけれども、やっぱりですね沖に漁船がいる限り逃げることはできないということでですね、無線組合さんはやっぱり残られて、それ以外の方は皆さんですね無事避難することができて、こう怪我されたとかですね、行方不明になったとかということはございませんでした。あの窓ガラス、まあ、大きいガラス張りの本当に見通しのいいお店なんですが、やはりじゃあその津波の被害で窓ガラスも割れてしまったりしたんですか。そうですね、窓ガラスはもう流されてきた、まあ、車とかも流されてですね、正面玄関の自動ドアにこう自動車が立てかけられるみたいな形になったりですね、まあ、様々なもの流れたり、あとは食堂にある椅子が外にこう飛び出したりですね、もう1階のガラスはもうほぼ全部割れてしまいまして、まあ、ただ窓ガラスはもう年内、23年度のうちにですねもう全部直して、それから中のこう修繕とかですね直しに取り掛かったというような形になります。その、被災して、まあ、そこからまた復旧されていったわけなんですけど、全面的に、復旧されたのがいつでしたか。ですね、宿泊室を除いて他の施設が復旧したのがですね、平成23年の12月から12月の1日からですね、食堂とか1階の小研修室運営再開しまして、宿泊室がですね、平成24年の4月から宿泊室が再開されまして、まあ、この宿泊室が運営が始まって全面復旧したというような形になります。まあ、本当に時間をかけて、まあ、ある意味丁寧に直された場所ですので、より多くの方に使っていただきたいですね。そうですね、今1階部分、まあ、津波でリフォームというかですね、新しくまた復旧しまして、今非常に綺麗な状態ですので、こう様々な方々にですね使っていただきたいなと思います。さあ、では最後に加賀さんから地域の皆さんに一言メッセージをお願いします。そうですね、水産会館ですね、やっぱり、水産業従事者のためのだけの施設ではございませんので、ぜひですねこうスポーツとか、あとはですね、ちょっとした打ち合わせとか会議でもですねこう一般の方々に使っていただくことできますので、ぜひとも今後もですね水産会館使っていただければなと思います。今日は八戸水産会館にお邪魔しました。八戸市農林水産部水産振興課流通加工振興グループ主事の加賀正人さんに伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。